はい、お疲れ様です。今日はありがとうございました。このまま QP5 に行きたいと思います。はい、今日は山崎さんもいるので、ピンクレンジャーが2人いるので、いろいろな、そうですね、タイトルとしては、中川氏あるあるみたいな、裏話でもいいので、もしまあ5分の間にありましたら、ちょっと教えてほしいなという、はい、風俗か本当かわからないというのでも全然大丈夫です。もしよかったら P も入れますので、まあ、入らないと思いますけどよろしくお願いします。まあ、ここバリカタテレビを撮っているところ、これ道前の四つ角って言っても、うん、中川市の、まあ、中心に近いですよね。ここね、西鉄バスの営業所とか、まあ、ドンキもあるし、はい、サニーもあるし、そう、あともう一つが、まあ、博多南の方も、まあ、ちょっと中心地なんですけど、自分はどっちかというとやっぱこう385号線沿いなので、うん、こっちの方が中心地だと思ってたりして、うん、で、なんか噂話ですけど、まあ、これ本当なのかな、西鉄バスの営業所がなんか移動するっていうんですか、移転するっていうんですか、ね、移動ですね、移転じゃない、移動なんですね、これはだから前からちょっと言われてましたよね、なんか、そうですね、だからじゃあ今だからこう道場の渡辺ビルの目の前に西鉄バスがあるんですけど、営業さんがどれぐらい移動するんですか、あ、ちょっとですね、一つこう向こう側に行くみたいな感じですよね。一応三八五号線沿い。あ、五号線からちょっと入ります。入るんです。あ、入るんですか。入って。じゃあもうちょっとじゃバスがここでいつもならこうもう営業所だからここで終わりって感じなのが、もうちょっとずっと先行っちゃうんですね。あ、そう、なんでしょうね。移動すると言ってもそう、敷地がこうちょっとこうなんですか、少し移動するぐらいで、元々のここはあるって感じですよね。あ、元々のはあるって感じで。うん、そうですね。奥にちょっとっていう感じですね。すごいですね。じゃあここら辺は西鉄の土地が多いんですね。うん、それとまあこういろんな地権者さんたちがこう今度組合作ってっていうことがあるんで、うん、すごくいいのができるんじゃないかなと思いますよね。そうなんですよ。当然もうこっち側っていうか駅側は結構もうマンションとか土地とかで建ってるけど、うん、結構西鉄バスの裏側ってまだ田んぼが多くて、はい、まだまだこうね、こう開発がね、うんうん、まあもちろん高あんまり高いものを建てられないのかな、その飛行場関係とか、ああそうですね、思うんですけど、だからまだいっぱい土地が余ってて、うんうん、これ絶対そのうち家とかマンションが建ってもおかしくないなっていう状況があるんですけど、ね、住宅も建ちますね。住宅はね、どんどんちょっとずつ、うんうん、西鉄がね、そう、うん、その中に付随して、うん、商業施設と商業施設もできるんですね。商業施設もできるんですよね。はい、とバスと、まあ、住宅も、なんか先週も言ってましたけど、西鉄のリガネともうなんかできるっていうのも、うん、もうそれは聞いてるし、なんかもうほとんど確実みたいで、はい、なんかもしそんなんでもといろいろ知ってた情報がありましたら、なんか山崎さんはそういう中川通なので、そうです、そんなことないです。あと総合体感も、ね、そうですね、できますよね。はい、そうだから、あ、この裏側がどんどん今からこうね、できて大きい建物ができたりして、そうするとまた中川の人口も増えるという、あ、ですね、うん、と、まあ、ミリカの道もこうつながるからですね。あ、そうですね、ちょっとポツンと、ね、向こうミリカだけで、ね、ポツンと、そう、あそこら辺もまた田んぼとかあったり、だいぶ 今病院とかできてますもんね。はい、そう、そう、遠いんですよそう、遠いなっていうイメージがあって、早く行けるような道道路整備も、ね、道路 できますよね。そう、道路もちょっとずつ広がってるし、うん、そうなんですよね。で、松尾橋の他も開通したじゃないですか。開通っていうか、荒人橋じゃなくて松尾橋、もう一個向こうから、はい、佐原に抜ける、はい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 、セブンイレブンがあそこ、四つ角があって、ジョイフルとかあるところですか。そうガソリンスタンド、そうそうそう、あ、あれ松尾橋、セブンは今ね、いっぱいでしたよ、この間行ったら。いっぱいだった、うん、え、いや、新しくできたんだ。できました。あ、移転なんですよね、うん、あ、前にあったところ、あ、前にあった、そうそうそう、だから移転の移転ですよね、あの移転見るみたい、うん、どんどんこう奥に、うん、奥に行ってますよね、奥の人も。でもあそこ、ほら前のところはちょっと入りづらかった方向的に入りづらかったりとかが、まあ、ちょっと道がね、今ね、うん、だって一番初めのあそこだったセブンイレブンは今こうなんか居酒屋さん、ラーメン屋さんになって、そう向こう側に元気屋さんに行って、はい、で行ってもう一つまだ行くんですね。じゃあまだあそこまた、はい、別所の方に行きましたね。だから、うん、名物だったんですよね、あそこの店長は。なんか八百屋さんみたいな声で、いつもセブンイレブン入るとあいらっしゃい、いらっしゃいとか言ってね、だからいつもそういう感じで名物の人で、山崎さん知ってるんじゃないですか、その方。確かだから、それ社長がそういう山、ね、山木じゃない、山へ
ここのあの醤油。あのジャバルサン醤油。バルサン醤油。バルサン醤油。はい。あの社長です。バルサン醤油社長。社長がもともとそのセブンイレブン。ああ、そうなんですか。そうでいらっしゃいいらっしゃいって。で息子から店員からずっとなんか結構それが継承されてて。面白いなんかとこだなぁとコンビニだなぁと思ってたんですよ。コンビニのあの稼働だし、うん、入りやすいし、それでそこにあれでしょ、カワセミのそうそう折り返しの折り返し地点になる、一緒になっちゃってる。そうそう、一緒になっちゃう。まあそこまで行ってないできてから、セブンイレブン、新しいセブンイレブンは行ってないので、ちょっと今度ぜひもう一回、うん、いっぱい入ってましたよ。そう、だってすごくいいですもんね。あの佐原の方から来ても、そうそうそう、佐原から来る人やらですよね、あそこはね、吉野から来てもって、ね、そう、あそこにあの自分も知ってる中村部もあるんですよね。あ、中村部ラーメン屋さん、ね、あ、あります、あります、中村部行きました。あの予約制の、はいはい、行ったことあります。そう、行きました、何回か行って、美味しい、はい、あの丁寧にね、一人で作って、一人で頑張ってるんで、ね、そう、あの美味しい。そうだから、まあ、一応そういうね、あのなんか結構名称というと有名な、ね、うんうんうん、ラーメン屋さんも中川にあるということで、そう、だからいろんな、これからいろんなお店とかね、なんか飲食店とかやっぱ大変だったじゃないですか、うん、そういう一人で頑張ってるようなところもちょっとこれからもね、こう、うん、もしこう情報があったら自分が直接行って、うん、出ていただいて、ね、小業部会の方で知り合いの方とかいたらぜひもう、はい、でもここで試食しますよ。作るあの、あー、 YouTube の、あ、 YouTube もだし、はい、こういう冊子も作って、ね、ご紹介を、はい、紹介から、紹介の、あ、そうですね、業界で、そんな風にしてね、うん、それプラス山本もね、うまくちゃんとマッチングさせていくという、あ、そうです、ね、全然時間見てなかった。はい、あ、じゃあちょうどいいかった。もっとあの山本さんに闇の部分が聞きたかったんですけど、ちょっと今日ちょっとエンジンがかかるとかちょっと重すぎた。すいませんね、もういきなりやって、あの、あとだからまたちょっとこれから駅の近くのスターバックス情報とかね、そうですね、またじゃあ情報集めておきますね、また呼んでください。特派員としてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあカメラに向かって、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。